一丁かるか。オーシュット、我が弟子よ。お前は狩人になるのだ。狩人？魔物を狩り、調和を保つ島の森人。そして島の森人には相棒が必要。太陽の恩寵を受けし魔物ラージャッカル。その牙は獲物を砕き頼れる武器となるだろう。月の加護を授かりし魔物マラマフクロ。その翼は大気を揺るがし自在に魔力を操るだろう。どちらもこの上なく希少な魔物だ。さあどちらかを選べ、オーシュット。そして選んだ方を手なずけるんだ。さあやってみろ。どっちがいいかな。そしてお前はいい狩人になる、オーシュット。うん、ありがとう師匠。どういうことだ。様子がおかしい。危険だ、下がっていろ、オーシュット。
匂う。獲物の匂いだ。プンプンする。出たな、キングイグアナ君。君食べ過ぎ、大きくなりすぎ。独り占めは良くないよ。森はみんなのもの。悪いけど、あるね。朝飯前に行こう、マヒナ。狩られてたまるか。さあ、行こう。私の獲物だ。マヒナ。来た来た。ドリャー。さあ行こう。捕獲しちゃうか。ほよ。いただき。ガオ。お疲れ様、オーシュット。また腕が上がったんじゃない？いけね、腹減った。弱いやつの肉は強いやつが美味しくいただく。それがここの掟。まだダメよ、みんなで食べるんだから。ちょっとだけ端っこの方。しょうがないよね、ちょっとだけよ。おお、さすがマヒナ。オーシュット？なんでもない。村へ帰ろう、マヒナ。帰ってきたぞーっと。人間の匂いだ。行こう、マヒナ。
いいか、獣人ども。こっちの森で取れる獲物が少なくなってる。お前らの森をよこせ。俺たち人間にな。話にならん。言葉もろくに話せん獣が。こっちなら通じるか。おい、小ハゼ様にバレたら。主だ、島の主。され、人間たちよ。我らは長くこの地で静かに暮らしてきた。それを後から来た貴様らが奪おうとしている。土地を分かち、互いに踏み入らないと決めたはずだ。だからその土地をもっとよこせよ。食い物も資源も人間様にはもっと必要なんだ。チッ、欲をかきおって。お前たちは森を切り倒し、住む土地を広げてきた。森は奪うものではない、共に生きるものだ。共に生きる必要なんてねえ。この村ごと奪ってやろうか。やっぱり隣村のやつらが来てたか。朝飯前だし、とっとと帰ってもらおう。私の獲物だ。マヒナ、殺った。ほよ、マヒナ、いただき。私の獲物だ。獣人ども、ただいま。師匠、村のみんな。やる、手がない。おーシュット、ありがとう。俺たちの英雄、自慢の家族。今日もたくさん取れたよ。うまそう、うまそう、うまそう、うまそう。待っててね、すぐに加工しちゃうから。
そう、うまそう。オーシュット、西の丘に来い。食事をしながら少し話でもしよう。師匠、この赤身が何とも。やはり弟子の取る肉はうまい。今日はキングイグアナも捕まえたのか。それでこそカリウドだ。その弓が森の調和を守っている。なったもんでしょ。狩りについても言葉についても。四六時中師匠の真似ばかりしてきたからね。あんまり褒めないでジュバ様、調子に乗って食べ過ぎちゃうから。お前たちが出会って10年か。あの時、私が選ばなかった子、探したけど、結局見つからなかったんだよね。気にするな。定めだったのさ。でも、あの子の分までマヒナを可愛がったよ。そうか。私は長く主として島を治めてきた。いつかは死ぬ。この肉と同じく。オーシュット、その時はお前が島を背負う。私は毎日狩りしてうまいもん食ってたいよ。そうか。気づいているか、森の様子。まるでみんな何かに怯えるような。主様、主様。おお、人間村の長が何の用だ。村の者の無礼を許してくれ。これはその詫びだ。ずいぶん下手に出る。君が悪いぞ。さっさと用を言え、小ハゼ。ほう、やはり獣、鼻が利くか。主従の墓所に村の幼い娘が入った。あの遺跡は危険だ。人が踏み入れば帰れはせん。が
島の先人たるお前たちなら話は別だろう。どうか村の娘を探してほしい。無事連れて帰れば領土の話は再考しよう。ふざけるなよ。あの遺跡は魔物の巣窟、我らでも帰れる保証はない。まして人間のために命を懸けるなど。その娘はこれが定めだったのだ。諦めて帰るのだな。私行くよ。オーシュット、お前いつか教えてくれたよね、師匠。大事な時は目や鼻じゃなく心に従えって。だが、お前も遺跡の危険は知ってるだろう。それに人間の子だぞ。いずれ我らに牙を抜く。人も獣も関係ないよ。大事な時な気がする。その子を救いたいって私の心が言うの。わかった。行け。恩に着るぞ、獣人よ。オーシュット。名前、覚えてよね。あ、お肉、残しといてね。たくん、肉より自分の心配をしろ。よし、行くよ、マヒナ。
せてもらうよ。私の獲物だ。そい！来た来た！ゴリャー！ほよ！よっ！今だ！さあ！こっち、ほよ、そい、さあ、行こう。いただき、ガオなくていいよ。迎えに来たから。獣人、どうしてここに？まあ、細かいことは気にしないでよ。でも、みんなが獣人と仲良くするなって。そっか、でもみんないいやつだよ。でも、あらら、さてどうするか。
干し肉あげる。ありがとう。お腹空いてたの。でしょ？何はともあれ干し肉だよね。このうまさがわかるなら仲良くやってけるよ。そうかな。あ、なんだろう、嫌な気配。お姉ちゃん、さあ夜が近いよ。お姉ちゃんについといで。鳥たちの鳴き声がいつもより騒がしい。遠くへ逃げろ。災いがやってくる。え、鳥の言葉わかるの？島鳥は怖がりだから危険に敏感なんだ。誰よりね。森が泣いてる。災いって何が来るっていうの？嫌な感じね。急いで帰りましょう、オーシュット。うん。怯えていた原因はこの魔物のせい？悪いけどそこをどいてもらうよ。来た来た、そい、ほよ。行ってみよう。大丈夫？シャキーン。行こう。よっ、今だ。大丈夫？私の獲物だ。ワオ！はい！えいえい！はあ、腹減った。ちょっと、みんなどうしたの？村が、俺たちの村が。魔物来た。村壊された。そんな、師匠は？虫様、魔物と戦ってる。君はみんなとここにいるんだよ、リー。うん、行くよ、マヒナ。
よろしくね。来た来た、獲物だ。私の獲物だ。ドラレレレレー、今だ。ほよ、私の獲物だ。ドリャー。さあ、およっ、えいえい、飯にしよう、飯。師匠、それにあれは、魔物は何？災いよ、この地より去れ！島の異変は貴様のせいか。初めて見る。どこから来た？まさか夜が近いというのか。ちぃ、私も焼きが回ったか。おしと、逃げろ、あれは強い。ぬう、逃げない。おしっと、獲物から逃げたら狩人失格でしょ、師匠。それにこいつは村のみんなを傷つけた。来い、私が相手だ。さあ来い。来た来た、行ってみよう。私の獲物だ。そい！ほよ？よっしゃー！シャキーン！
所だよ。おや？どうせー。ありがとう。私の獲物だ。行ってみよう。ほよ。ガロロロロロロロ。魔物は始まりに過ぎない。この島にさらなる災いが近づいている。悲月の夜だ。悲月の400年に一度月が灰色となる夜が訪れ、厄災が訪れると島に伝えられてきた。師匠。ついてこい、オシュット。お前に見せたいものがある。コハゼ。あの魔物を退けるとはさすがだな、島の主。そしてその主に選ばれし狩人よ。チッ、わざわざおべっかを言いに来たのか。いいや、礼を言いにな。我らの村を救ってくれた。それにあの娘も。島の主よ、借りができた。領土の話には蓋をしよう。しばらくはな。行くぞ。師匠、人間はいつだって領土の話をするんだね。それが欲というものだ。相手をしても仕方がない。今は協力した方がいいと思うんだけどな。行くぞ、オーシュット。うん。これって。
鬼月の夜？遠い遠い昔の伝説だ。それが今現実になろうとしている。島を背負うのは重い、そう言ったな。だがお前にしか背負えないのだ。旅へ出ろ、オーシュット。厄災に備えるため集めてくるのだ。三体の伝説の魔物。ちょっと待ってよ、師匠。島を出ちゃったらみんなの飯はどうなる？心配するな。なんとでもなる。オーシュット、お前は特別な子だ。赤子のお前を一目見て私は心の声を聞いた。この子がいずれ島を厄災から救うと。私はその声を信じお前を狩人に育てたのだ。わかったよ、師匠。私行ってくる。伝説の魔物を連れてくるよ。それでこそ私の弟子だ。島を頼んだぞ、オーシュット。私は少し疲れた。師匠？師匠！手がかりはあの壁画だけ。ま、なんとかなるか。のんびり探そう。ワクワクしてきたぞ。とびっきりの彼になりそう。島の外にはどんな獲物がいるのかしら。私もワクワクしてきちゃった。だよね。オーシュット、気をつけろ。行ってこい、元気でな。主様のこと任せろ。怪我ちゃんと直しとく。みんな干し肉持ってけ。干し肉持ってけ。ありがとう、みんな。ちゃんと帰るよ。三匹の伝説の魔物を集めて。行ってくる。